はいじゃあそれでは、第4問解説進めていきますでまずお手元ですね、今回、問題の方を見ていただきますと9ページ、第4問で制約条件見ていきましょうね、B 社の現社長は B ポイントカードの機能を拡大したしましたよねで、それは顧客にどのような便益を与えようとしたんですか、50字内で2つ答えようというものです。 ここポイントになりますじゃあ今回の B ポイントカードのまあ便益 B ポイントカード機能拡大してそれによって顧客にこちらまあ与えようとした便益って何でしょうかとそれをですねちょっと皆さん考えていただきたいのは今回こちらじゃあ機能を拡大してまで最終的にはどういうところを目的としていたのかって言いますと目的はですねこちら。 ちょうどありますよね9段落目 B ポイントカードの機能を拡大してというところの制約条件のすぐ横に顧客との絆づくりを強化したと書いてありますですからま目的は何ですかというと目的は顧客との絆作りですよと これこれがもうポイントですよね。目的としては絆づくり。じゃあその絆っていうのは、じゃあそもそもどう考えるかって話なんですけれども、一つはまあ今までと同じようにお金がまあ、なんかこうキャッシュバックされるみたいなポイントと大きいですよね。まあ、私もよくね。あの色々と家電の量販店で物を買うと。 ポイントがつくとよしじゃあ次にこういうのを貯めてこういうものを買おうとかねもっともっと貯めてよしじゃああのパソコンを半額負担するまでちょっとポイント貯まるかななんてこう思いながらこう買い物をしていくわけなんですが、まあ、それはまず一つですねまずポイントカードの直接的というか金銭的なこういう役割なのかなと。でただそれは今までの今ままででのの 100円で1ポイント、1ポイントは1円付与すると、まあ、一種の還元ですよね。これはやってましたと。ただそれだけの絆でいいのかと、それだけなのか。でそこでもう一つ出てくるのが、今回こちらに書いてある環境面の意識とかですね。でそこで出てくるのが構図リレーティッドマーケティングですよね。 まあ例えば「コーズリレイティッド」とか「リレイティッド」とかまあカタカナ表現はいろいろありますのでまあそういうもんだと考えていただきたいんですが平成24年度にも出題されたコーズリレイティッドマーケティングでこれは24年の問題ありますよね。24年の問題でそれを22年でやると結構難しいですよ。 24年の方が段落でまとめられているところを持ってきてうまく整理していけば点数取れるんですけれども22年の方がですねあの段落いろんな段落にですねそれぞれこうまんべんなくちりばめられておりますのでその活動がですねうまくコンパクトにまとめていくっていうのは24年の事例よりも22年の事例の方がちょっと難しいかなとですから今回こちらのですね実は22年の復習をするときにもう一つ考えていただきたいのはじゃあコースリレーティッドマーケティングって何だろうと。 解説にもちょっと書いてあるんですけれどもまず一つこの理念というのが重要になりますね社長の思いとか会社の哲学とか理念じゃあ哲学はどこに書いてあるのかというと六段落目にあります一番下経営の原点は地元への感謝からとこういうのありますでこれが経営哲学ですねあともう一つ七ページの九段落目 顧客対応をこう導入しましたっていうのが書いてあって絆づくりを強化した。で、その次の九段落目の次の10段落目を見ていただきますと、社長、現社長はもともとエコ活動に関心を持っている。ここも重要ですよね。社長がエコに関心ないのに、お客さんとエコにね関心を持ってもらうお客さんとつながっていこうと、これは難しいです。 経営のトップがどう考えるかっていうところがやっぱりコーズリレーティブマーケティングでも重要になってきますのでじゃあエコというキーワードすなわち環境面ですねで、それを回答の中今回は50字内で2つの中でどう表現していくかっていったところになりますじゃあまず見ていただきたいのがまず一つはまあ金銭的なものから持ってきた方がいいですねこの2つの分け方も注意していただきたい一つは金銭面 これは今まで同様ののとこころでで拡大すするわけですねでもう一つは新たな価値観というのをやっぱ与えなければいけないそれが環境面というふうに考えていただきたいとですからそこに構図リレーティッドマーケティングの考え方を入れていくと22年の問題非常にですねこう分かりやすくなってくるとですからまあ今回まずは見ていただきたいのが便益今まで。どうだったんででですか今今まで今までは 買い物100円で1ポイントだったわけですね。こう金銭的なものだけどですよとね。今まで買い物100円で1ポイント。じゃあそれを金銭面ではどうなってくるのか。ちょっとこちら側に展開していきますと、一つが この上段の回答のところから見ていきますとお得感すなわち金銭面のところはレジ袋を辞退しますよとこれよくありますよねレジ袋これをもういりませんと自分でマイバッグ持ってますよという形でレジ袋を辞退すると。 と、じゃあどういうポイントになるのかと2ポイント還元なわけですね。2ポイントですから、レジポンあごめんなさい。レジ袋を辞退するとここで2ポイント。これを還元していきますよと。とこれお得じゃないですか？そうですね。ちょっと嬉しいですね。レジ袋持ってきてよかったなとね。じゃあいりません。2ポイントというところで、次のお買い物に使えますよとこうなります。 であとはもう一つがですねこの Y 氏はどういうところなんですかと Y 氏や愛犬家の多くの市町村では専用のゴミ袋を有料で市民に購入してもらうっていうことはゴミを出すと金がかかるっていう形の仕組みですよね行政として。ならば今回もう一つ出てくるのが「有料」の「有料」まあ、今回「有償」というふうにちょっと書かせていただきますと。 有償のゴミ袋、これを削減しますと。なぜかと、生ゴミを無料回収っていうところですね。ここ大きいですよね。生ゴミを無料で回収してくれるよと。 この B スー,パーは、ね、B スーパーは無料で回収してくるだからもともと生ごみ用のゴミ袋を買わなきゃいけないのをまあ節約できるすなわち優勝のゴミ袋を削減するとこういったところですねこの2つ。でそれはゴミ袋を削減するっていうとゴミ袋にかかっていたお金あとは2ポイント還元っていうこれが何かっていうと金銭面になりますね。 だから金銭面だともうあそこのお店で買うとお得ですよねというところでまあお客様も満足というところになりますこれが1点じゃあもう一つ考え方で出てきたのがグリーンポイントっていうところですねお金だけじゃなくて絆っていうのは金だけじゃないですねもう一つ何かお客さんと共感できる何かが欲しいんです例えばコーズリレーテッドマーケティングだったらボルビックさんね1リッター4 10リッターと 1> いう形で1リットル皆さんがお水を買ってくれたら10リットル水に恵まれない方たちに寄付しますよとお水をねそうするとちょっとボルビックさん高くても他のお水よりいやあのこっちの方が僕に共感しますとかね僕は共感しますよとアフリカの方とか厳しいですよねじゃあボルビック買おうとちょっと高くてもというのでこれはキャンペーンによって売り上げ上がってるわけですよ。 ですからまあそういったところでじゃあ B チャーはどうしたのかっていうと構図リレーティッドマーケティングでグリーンポイントというのを入れましたと。グリーンポイント。ここ重要ですグリーンポイントっていうのを入れましたよ。でグリーンポイントを入れた。じゃあグリーンポイントって何ですか生ゴミ回収で2ポイントと このじゃポイントはどうなのかとどうなのかっていきますとここは地元自治体への寄付になるんですねこのポイントは何なのかここ今赤でアンダーラインしていくこのグリーンポイントのポイントポイントは自治体へ寄付と。だから地元の貢献につながりますよと。 これはそうですね水に恵まれない地域の方に水を寄付すると会社がお金負担してねあなたたちが買ってくれればという構図リレーティッドマーケティングですねここポイントなの寄付というところはいこれ大きなポイントになりますコーーリレテティッドマーケティング地元自治体への寄付とでその地元自治体はどうするのか寄付されたものを緑化事業とかこっち来ますね だからこれは環境面につながってきます緑化事業とかあとは公園とね公園整備もちろん公園っていうのは緑化のものですからね公園の整備と園ですね公園とここにつながってきますよとはいこんなところこれ本当に大きな内容 でこの辺はどうなのか。自分がこの生ゴミを回収してもらって2ポイント。すごい役立ってるなと。役立ってるなと。こうなりますよね。こうなってくると。だともう一つは何なのかって言うと、それが今回こちら環境面の内容になりますよと。 で下段の回答になります。こちらね。でこれが今までの中に対して「機能を拡大して付け加えたものですよ」と「こちら」と「あとはこちら」と「付け加えましたよね」と「今までの内容に対してさらにこう便益を与えるがごとく付け加えましたよねと」とその下の部分のこちらが「構図リレーテッドマーケティング」と。 ここにつながってきますよと。と構図リレーって言っても、マーケティングね。こういったところになりますねと。ですから、この四問の回答を作っていく構造というのは、こういう形で、じゃあ、見ていきましょう。回答のところ、見てください。四十八ページ。四十八ページ、見ていきますと、回答。 まずですね生ごみの無料回収による冗談ですね有償ゴミ袋の削減とこっち上に書いてありますこれが上ですねでこの部分は強みの20この辺から出てきますね強みの20辺りから出てきますよと20まあスオット分析まとめてあるところから強みの20番目とであとは下側レジ袋の事態によるポイントの還元こちらですねこれは強みの25と。 これをあともう一つが何かっていうと下の段であちゃんと書いておいてくださいね「顧客にお得,お得感お得感を与えると」とまあ金銭面のメリットっていうとちょっと硬いのでお得感とかね皆さんこうポイントがついて感じるところを書いていただきたいんですよ実際に「お得だな」と「よかった」とかねそういったところはいで続いて下の段「グリーンポイントを通じた緑化事業と公園整備」 ここありますよね。で、それが強みの中の23とでさらにここなんですよ。これ環境に意識するっていう形なんですけど、ここも書いてください。生ゴミの再循環による有機野菜の販売、これ考えですよね。自分たちの捨てたゴミで実際にそれ肥料にして。 いいものができてきてっていうのはすごくこう自分も経済循環あごめんなさい環境循環ですね環境循環の中にちゃんと組み込まれているとそうすれば自分も組み込まれているっていうところは環境面の意識すなわちこれは B 社ごめんなさい B 社の B スーパーですねここと切り離せない形になりますよね このスーパーと切り離せない形になっていきますそれが絆というふうに考えてくださいですから23の強みとともにここでプラスアルファで加えていただきたいのが強みの強みの回答のところを見ていただくと22のとこですね22これも加えてください ね、ちょっとスペース的に書ききれないのでこちらですね、あのー、回答欄のところでちょっと代替させていただくんですけれども、まあ、あの B 社の食品スーパーまあ略して B スーパーと今言ってるんですけれどもこちらですね本当に絆に絆なります自分もその循環自分たちが食べたゴミで有機野菜できる。 でそれを例えば買ったりするとぐる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 回ってでまたそれを出すねゴミで、まあ、そういったところで出していくと非常にですねこのちょうど49ページの回答のところを見てくださいここはあのしっかりとまとめられていますので再度こちらのホワイトボードを写した後にこちらの中をですねしっかり読み込んでいただきたいとこれすごい重要ですですからそれがコーズリレーティッド。 でコーズリレーティッドがまた24年に出たまたま今後の試験とかに出る可能性も非常に高いですので是非、まあ、ねこの22年の構図リレーティッドっていうのがちゃんと言われてないんだけどこう入っているこのロジックをしっかり押さえていただきたいと思います。はい、じゃあそれではですね皆さん回答の確認はよろしいかと思いますんでまずはしっかりとホワイトボードを写してください。よろししくお願いします